今日は何線の駅なんだろう、宇都宮線の駅なのかな、高崎線の駅なのかな、よくわかりませんけれども、赤羽駅にやってまいりました。ここから埼玉新都心駅に向かいます。じゃあ一番上の6番線から発車する高崎行きの普通電車に乗ろう。電車がやってきました。この電車確か E2 系とか言ったと思います。まあよくわかんないけど、乗車、川を渡り埼玉県に入りました。向こうの水色の電車はなんだあれ、何線っていうの、山手線かな、あれは。浦和に到着。駅名のやつを見てみると、隣は埼玉新都心になっています。よかった。無事に着けそうだ。この電車は普通電車と言っていたから、隣の埼玉新都心には止まるでしょう。浦和駅を発車しました。次は大宮です。お客様の。これは幻でも見ているのか。次は埼玉新都心と書いてあったぞ、確かに。まあ、これはきっとバグでしょうね。埼玉新都心のホームが見えてきました。あれ、なんか、止まらないじゃないか。あれ、駅名表の隣には確かに埼玉新都心と書いてあったが、なぜ埼玉新都心駅をこのように通過してしまったのか解説していきたいと思います。赤羽駅の発車表にも書いてありましたが、6番線発車の列車は埼玉新都心駅には停車しません。6番線に到着する列車というのは湘南新宿ラインから来た列車です。湘南新宿ラインの線路には埼玉新都心駅にはホームは設置されておりません。しかし4番線から発車する列車は上野東京ラインから来た列車ということになります。その上野東京ラインの線路には埼玉新都心駅にはホームが設置されております。そのため赤羽駅では4番線から発車する上野東京ラインの普通電車に乗るべきだったのです。そしてこの駅名表が詐欺じゃないかと思うかもしれませんが、この駅名表は向こう側のホームの上野東京ラインの駅名表なので詐欺ではありません。ただし湘南新宿ラインのホームでは浦和駅の次は大宮駅と駅名表に書かれております。そのためこの方は違うホームに行き、違う駅名表を見てしまったわけです。最後にもう一度言わせていただきますが、湘南新宿ラインは普通電車でも埼玉新都心駅を通過いたします。ご注意ください。また上野東京ラインでも普通以外の種別の列車は通過しますので、十分注意してください。ご視聴ありがとうございました。